今週のクラシック普通にコロッと負けそうな気がします。あ、なのかね。で、今週のクラシックこれでバルサ勝ったらすごいですけどね。だってガビ出られないでしょ、あれ退場しちゃって。で、あら途中でエリック・ガルシア怪我して。ただあれでしたけどね、あのあとジョルディ・アルバが調子悪かったね。バルサアルバがね、ちょっと衰え出してるかもしれないね。スライディングの目測誤ったりとか、両サイドバックはね、ベテランの経験で勝負みたいな感じで、そこをね、フレッシュさがディフェンスラインにほぼないからね。エリック5週間の離脱なんだ。バルサの勝ち、だから本当セットプレーとか、なんか個人の力で1点取ってそれを守りきるとかさ、マドリが打っても打っても入んないとか、あとはなんかハーフバイタルなんで使わないのみたいな状況で、ベンゼマの個人技だけじゃ崩せないみたいな、そういうのがないと、普通にな、もう、いや、マドリーよくて引き分けじゃないかなと思っちゃうんですけどね。そのぐらい今の差がすごいな、みたいな感じするけどね。レオさんがチャビの立場並びにシュース対策どうしますか。いやー、僕がバルサ率いてたら守備でファイブバック使えますね、今の力の差だったら。あの、ベンゼマが降りていくとこにフォーバックだと、ピケとかアラウホとか、まあ、誰が選ばれるかわからない、ダングレか。降りてったときに、3枚になるでしょ、残り。でもまあまあ、マドリーが入ってきてくんなかったらいいんだけど、ってなったら、そこの、ベンゼマを自由にさせすぎる問題があるんですよね。ベンゼマを自由にさせないで、なおかつ、ビニシウスがサイドで1対1したときもカバーリングできるのって、4バックだと、もうサイドバック抜かれた瞬間、センターバックしかいないときあるけど、5バックだと中にインサイドバックいるから。そう。お兄さん使うかな。Thank you.